北国新聞ニュースをお伝えします。新型コロナワクチンの職域接種が今日から金沢大学で始まりました。金沢大学の職域接種では学生の8割にあたるおよそ9000人と教職員1500人のほか、金沢美大や石川高専など職域接種を実施しない近くの大学関係者なども対象に加え、全体でおよそ1万2000人が接種を受けます。このため来月27日までの平日と祝日に1日あたりおよそ600人のペースで接種を進めます。会場に当てられた角間キャンパスの大学会館では、初日の今日およそ650人が予診の後4つのレーンに分かれてワクチン接種を受けました。職域接種の責任者を務める近大附属病院の大竹茂樹担当理事は、集団免疫ができ、夏休み明けから安心して対面授業を実施できる環境が整うだろう、県内の自治体の会場の負担も減らせると考えていると話していました。ニュース解説のコーナーです。スタジオには北国新聞経済部の道上部長にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石川県鉄鋼機電協会が会員企業を対象に実施した人材採用アンケートで、3割を超える企業が来年春の新卒採用を今年の春の計画より増やすことが分かりました。アンケートはいつ行われたんでしょうか。はい、先月1日から11日にかけて実施し、198社から回答を得ました。新卒の採用計画ではどういった数字が出ましたか。はい、来年春の新卒採用計画を今年春の計画と比較して増やすと回答した企業は 31.3% でした。はい、今年と同じと答えた企業は 51.3%、 減らすと答えた企業は 17.4% でした。去年の調査では採用を増やすと答えた企業は2割で、採用に意欲を見せる企業が増えたことが分かります。採用を増やすと答えた企業が去年よりも増えたのにはどういった理由が考えられますか。協会によりますと、昨年度は新型コロナの影響による業績悪化を見込んで採用規模を縮小する企業が目立ちましたが、はい、建設機械関連を中心に業況が回復しており、それに伴い人手不足感が出てきました。さらに外国人実習生がコロナ禍の入国規制で就労できず、人材不足が加速している企業もあります。なるほど。では業績はどこまで改善しているんでしょうか。はい、協会がまとめた4月から6月期の DI と呼ばれる業況調査によりますと、景況感を示す売上高 DI は2期連続でプラスとなりました。先行きはさらに改善する見込みで、協会は景況感はそこを脱したと見ています。はい、このためコロナ禍で一旦落ち着いた人手不足が再び深刻化する可能性が出てきたということです。採用をめぐっては各企業とも苦戦をしているということでしょうか。はい、アンケートで採用を増やすとした理由を聞いたところ、最も多かったのは既存事業の繁忙が見込まれるで、次に多かったのが前年に計画通りに採用できなかったでした。はい、今年春の採用実績では採用人数が計画を下回ったのは 54.7% に上り、一人も採用できなかったという企業も20社ありました。採用にあたって企業からはどんな声が聞かれますか。はい、会員企業からは溶接などの専門職の確保が難しい、女性のエントリーが少ないといった声が聞かれました。協会による調査で経営上の悩みを尋ねたところ、去年は 5.9% だった人材不足が今年は 25.2% にまで上がっています。確かにコロナ禍の前は人材不足が叫ばれてましたから、元に戻りつつあるということですね。そうですね。はい、分かりました。ニュース解説、北国新聞経済部の道上部長とともにお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ニュースを続けます。百万石祭りの中止を受け、金沢市明星小学校の鼓笛隊があさって
東別院で特別講演を行います。明星小学校に統合される前に、この花町とひょうたん町の子敵隊は交互に百万石祭りに出演していました。それを受け継ぎ、統合後の1995年以降、5年生と6年生が参加してきましたが、祭りは2年連続で中止になりました。子どもたちは今年も1月から鼓笛隊の練習を行い、先月の運動会で披露しましたが、保護者だけしか演奏の様子を見られませんでした。このため明星小学校はあさって午前10時から野生町の東別院で住民向けに特別講演を行うことにして、児童の手紙を添えて回覧板で案内を出しました。特別講演に臨む5年生と6年生は昨日、学校の体育館で当日披露するファンファーレ明星など3曲を練習し、音色に磨きをかけました。明星小学校の橋博史校長によりますと、親の世代から連続で鼓笛隊を経験した家庭があるなど、住民の思い入れは強いということです。ここで一旦お知らせです。7月1日から北陸の特産品の通販サイト、金沢ラクザがリニューアルしました。何が新しくなったのか、それがこちら、ポイント制の導入です。金沢ラクザの会員になってサイトからお買い物をすれば、税別購入金額100円につき1ポイントもらえます。次回の金沢ラクザでのお買い物から1ポイント1円として使えるんですよ。ポイントを貯める、そして使うためにはパソコンやスマートフォンなどから金沢ラクザのホームページで会員登録することが必要となります。会員登録はどなたでも簡単にできます。まずはトップページの会員登録のバナーをクリックしてみてください。そして気に入った商品を見つけて購入します。税別購入金額1000円のこの月世界の2本入りをお買い求めいただくと、100円につき1ポイントもらえることから10ポイント獲得できます。しかも8月31日まではリニューアルを記念してポイントが2倍、10ポイントが20ポイントにまで増えます。これはお得ですね。獲得したポイントは次回のお買い物から1ポイント1円として金沢ラクザの商品購入に使うことができます。商品出荷後に付与されますので、ちょっとお待ちくださいね。実はこのポイント、金沢ラクザのお買い物以外にも利用できるんです。それがクオカードペイです。クオカードペイはクオカードがなくてもスマートフォンで登録しておけば、全国の身近なお店で使うことができます。リニューアルを記念して、今年1月から6月までに金沢ラクザでお買い物をした会員の方には、なんと500ポイントを申請します。金沢ラクザでは北陸の特選品を多数取り揃え、皆様のご希望に添えるよう努めてまいります。ポイント制のスタートでますます利用しやすくなった金沢ラクザをご利用ください。商品については金沢ラクザのホームページで紹介しています。電話でのお問い合わせは金沢ラクザ事務局0120-881-522 までどうぞ。商店街に活気を呼び込もうと、金沢大学の学生が住民と金沢市中心部の店を訪ね、魅力の発掘に乗り出します。金沢大学地域創造学類の丸谷幸太准教授の研究室は、昨年度から新立町地区で住民と未来像を探るためワークショップなどの取り組みを進めてきました。今年度の取り組みを前に、研究室の学生たちが先月地区を散策したところ、住民と
商店主や通勤者との関係性が薄いことに気づきました。そこで、今年度最初の活動として、研究室の3年生5人が、町会連合会や商店街関係者とともに、新立町と立町の商店街をめぐり、商店主と現状を話し合って交流を深めることにしました。学生たちはそうした中から関係性が生まれ、地元出身ではない若者の視点も生かすことで、商店街を活性化させるヒントが生まれるのではないかと考えています。丸谷准教授は、去年の活動で、まちづくりのプレイヤーが見えてきたことから、今年度は商店街の未来像の具現化を進めたいと話しています。映像制作をビジネスなどにつなげてもらおうと、内灘町商工会と町は今年9月から町民向けに映像作りの塾を開くことにしました。この内灘クリエイター塾は、町内の商工業者に個人経営が多く、情報ツールとして動画に接する機会が増えていることから企画されました。内灘町商工会などは、この塾で学ぶことで映像制作を副業にしたり、事業を始めたりするきっかけにしてもらい、地域経済の活性化につなげたい考えです。内灘クリエイター塾は、商工会が運営する産業支援センターウミダスを拠点に、9月4日から11月下旬にかけて12回の授業が計画され、中学生以上の町民なら誰でも参加できます。塾の講師は東京の企画制作会社から招き、町の魅力を題材にした映像の制作やスマートフォンの撮影技術などを指南します。内灘町の担当者は、仕事の隙間時間を生かして映像制作のビジネスもできる、町民の挑戦を期待したいと話しています。大雨で想定される浸水の深さを伝える表示板が、河北市の内ひすみ地区で14カ所に設置されました。河北市の内ひすみ地区では、公民館のそばに内ひすみ川が流れ、大雨の際に氾濫する危険性があります。川底の幅は 1.5 メートルで、深さが2メートルあり、8年前の大雨では川から水があふれ、市道やイオンモール河北の駐車場が水に浸かりました。河北市の洪水ハザードマップは去年4月に更新され、内ひすみ地区にある住宅570戸のうち194戸が浸水範囲に含まれました。内ひすみ区はこのほど洪水対策として、大雨で想定される浸水の深さを伝える表示板を地区内の14カ所に設置しました。山田義和区長は、住民には自主避難の判断が迅速にできるように活用してほしいと話しています。内ひすみ川には去年5月に水位を24時間監視するカメラが設置され、住民がスマートフォンのアプリで確かめられるようになっています。近づくオリンピックのムードを高めようと、河北市は県内で使われた聖火トーチの巡回展示を始めました。展示されるトーチは、東京オリンピック聖火リレーに代わって5月31日に金沢城公園で行われたイベントで使われました。河北市はその際、ランナーを務めた市内に住む岡井康弘さんからトーチを借り受け、昨日から市役所で展示しています。11人家族の大黒柱として大体イベントに参加した岡井さんは、一生の思い出になった、市民にはトーチを見てオリンピックの機運を高めてほしいと話していました。トーチは今月12日まで市役所に展示され、その後20日までが河北大県民体育館、28日までがアクロス高松、来月8日までは中央図書館で展示されます。